江川さんすごかった。そういうのを実況で言うとやっぱりどういう表現になるんですか。いやどうあれなんかバックスクリーンから実況したらウィーンとか言うでしょうね。言うんですか。ウィーンとか言っちゃいそうな。それぐらいのボールなんですよね。ボールでした。表現できないんですか。できない。あのピッチャー江川第1球投げました、間に合わないみたいな、なんか追いつけないでも、ね、それぐらいすごかったんでしょうね。早かったですよ。僕らはもう本当子供のちっちゃい時だったから見ても分かんない年齢だったんで、まあ、すごいピッチャーなんだなっていうぐらいしか分かんなくて、まあ、プロで活躍されるようになってからはだからみんなでね江川さんの映像を見たりとか中継見たりとかしてましたけど、その時代やっぱ見たかったですね。多分すごいタイミングがあの人ね難しいピッチャーだと思うんですよ。あのステップファーストでしょ、はい、かかとを上げて、それでその後のテイクバック小さいじゃないですか。そこからあんなボール投げるからどこもなんかタイミング合わせにくいんじゃないの。しゃべるので考えるとですよ、普通だったらピッチャー第1球投げましたみたいになるけど、ハッとポッとポッと投げてる、しかもボールウィーンだから、これはあれ現役だったら結構苦戦して。僕は何回も言うようですけど、江川さんが投げて小野塚さんが実況してるのを聞きたいですね。今度やってみようかな。なんて言うんだろう、あれはだからいやまずだからね、体感してみないと分かんない部分が多分あるんですよ。ありますよね。そうですよね。で例えば松坂大輔さんなんかはやっぱボールが速いから、どうしても何て言うんですか、バッターと同じだと思うんですけど、日頃の体感で投げました打ちましたとかっていうリズムで喋るじゃないですか。でも松坂大輔さんはやっぱりボールが速くて、多分あの人ってほらコンスタントに143キロぐらいでしょ、高校野球でも。マックスが、だから平均がね、平均が疲れてきても143ぐらいだから、常に速くて収束が落ちないもんだから、普通のだから高校野球のピッチャーって、初速から収束が落ちたりするから、例えば投げましたっていうタイミングも、多分それに慣れてるから、最初、松坂と中継やると合わないんですよ。何が合わないのかなと思ったら、その18メーター44センチのスピードが違うの。だから それにそうすると少し巻き戻して早めに言葉を置いていかないとバッターが打つときに合わなくなってきて、だからバッターと同じようにアナウンサーも差し込まれるみたいになっちゃうんですよ、あれが。だから松坂大輔はちょっと衝撃だったかな。だから江川さんの時喋ってないから分かんないんですが、そうすると江川さんで喋ってみてどうするかっていうと対応策をやっぱり考えないとさ、バッターと同じでさて江川すぐるのあの投げ方でどこに合わせてどこを省略してどうするかっていうのを考えないと。すごいのがあるんですね。アナウンサーの人ではやっぱそういうのはでも僕らでは全く分かんない部分だから、まあ、そういうことが起こりうるんですね。いやだからあの浜田の和田剛なんかでも、はいはい、120キロ台の後半かなんかでしょ、はい、だけど合わないんですよ、やっぱりこれが速くて、はいはい、で彼も多分収束落ちないと思うし、はい、まあ、だから空振りがねあれで取れるんですよ、まあ、そういうことがある。面白いの喋ってるとね、なんか疑似体験でこうピッチャーと対戦してるみたいなところがあって、はい、結構これは楽しめた。あ、うん、だからなんかあの簡単に言葉を言ってるとどれだって合わせられちゃうんだけど、それがやっぱり実況の醍醐味で、よしこいつと勝負だみたいな、遅れるもんかピシャッみたいな、うまく見遅れたみたいなことになってくると面白いかな。あれ前にそれ僕らの時代だったら池田高校の時になんかそんな話されてたじゃないですか。あ、バッティングの いやだから山彦打線が打球が速すぎちゃって、だって普通は打ってバウンドしたらサードゴロが打ちました、サードバーッとレフト前ヒットなんだから、はい、サード超えちゃうの、はい、もちろんグラウンドが少し硬くなってるのもあるけど、あいつらのスイングとかね、はい、スピン量が違うからサードゴロがヒットになってっちゃうっていう、それから打ちました大きいみたいなことで打っていたーになっちゃうんですよ、うん、大きいなんか言ってる間がないぐらい打球が水の方が速かったですよ、はい、あるいはもうとんでもなく舞い上がるとか、だからなんか それが結局習慣で仕事ってしてるから、それを高校生たちのスーパースターが出てくるとぶっ壊されちゃうみたいなことが、だから清宮もそうでしたよ、やっぱり打球が速くて、あいつはなんかこう打つとミスショットするとウィーンって上がるじゃないですか、うん、すごくあの軟式をなんかこう打ったような感じで、うん、ボールが高く上がる、ああいうのもそうですよね、だからそういう意味ではそうなんですよ。いやフェアグラウンドは6人飛ばなかったけどなんかファールグラウンドいやすげえ打球だなっ
とホームランよりすごい打球って実況しましたけど。やったんですか。やったやった。だって本当に見たことないような打球だったの。あでもある意味聞いてる人分かりやすいかもしれないですね。それなんか、これがフェアグラウンドに入ったら王さん大喜びみたいな感じなんだけど、なんかとんでもないファウルですよ。でもすごいの。そうですよ。王さんは未だにでも清宮はもっと打てるはずだっていつも言ってます。でしょう。だって尋常じゃないでしょ。会いに行くとやっぱり王さんがどっかにいたら僕ら必ず挨拶に行くじゃないですか。行くと僕はだから挨拶だけどおって言って終わるんですけど、ところで清宮はどうしてるって話。だからやっぱりね、王さんいやバッターだから余計気になるのかもしれないんですけど、僕らより孝太郎なんですよ。清宮はどうしてるっていう必ずで、何やってんだあいつはって言って、でこんなもんのこんなもんで終わるはずないんだよとかって言って、もっと打てるはずだとかって言っといてくれよとかって言われるんですけど、何言っていいのか分かんないんで打てるはずだって言ってたぞって言っていつもあいつだからそれしか言ってないんですけど、でもやっぱそれぐらいなんかこうなんか衝撃を与えるというか、あの王さんたちもそうですけども、アナウンサーの実況される方にもそういう衝撃を与えるバッターであることは間違いないですね。衝撃の方向がちょっと違うから衝撃はあるんですけど、衝撃は90度の中に入ってこないケースがじゃあそういう意味ではそれも全部できているのは誰なんですか、今までの中で。バッターバッターだとピッチャーだと松坂でしょ。松坂でしょ。ピッチャーは松坂、バッターだったら誰かな。その長いこの実況生活の中でバッターだったら福留孝介。福留孝介の打球はすごかったですよ。2年生で打ったセンターへのホームランの打球とか、センター前ヒットぐらいの感じがそのままスタンドに行っちゃうとか、ライトへ2本左ピッチャーからで、あれこれファール、いや清宮と逆、清宮行ったけどファールっていうのは分かるんだけど、これファールだろうなと思うのはそのまんまスタンドに行っちゃう。ビューティフル、ビューティフルビューティフルな選手好きなんですよ。ビューティフル、それが福留、福留孝介ビュー、いや清原ももちろんすごかったですよ。で水野さんもねすごかった。もうそれはすごかったけど、なんか福留孝介さんビューティフル。じゃああと小野塚さんのもせっかくだから聞きますけど、実況やってて、ベストゲームってなかなか難しいかもしれないんですけど、いっぱいありすぎて、なんかこういくつかこう思い出に残るようななんかこう試合とかってあります？なんだろうな。僕はもう単純にもう昔の PL なんですよ。逆転の PL の最初の頃っていうのがもうすごくこう印象に残って、まあ子供だったっていうのもあるんですけど、ちょうど6年生ぐらいかな、ちょうど僕らがこれから高校野球に向かっていく芽生える頃の試合だったんで、中学入ったぐらいの時の試合だったんで、すごくこう印象に残ってたんですけど、で PL っていうのを初めて知って、みんながこうやってお守りに手を合わせたりとか、高校野球ってこうなんだみたいな。でちょうど僕の場合だとうちの兄が早実でやってたんで、早実の試合見ると全く違うんですよ、その PL とスタイルが。だからなんかすごいなんかこうギャップを感じてて、大阪と東京だし、だそういうのもあったんで、僕の中ではPL、逆転の PL がもう本当にこう忘れられない試合だったんで、ありましたかなと、あったかなと思って。やっぱり それはそういう意味でその仕事入った前で言ったら井川さんかな。江川さんはその江川さん自体もそうだけど、その周りの反応ですよね。だから柳川がみんななんでこうやって構えるんだとか、広島商業が2ストライクで打ってこないとか、もうだからとんでもないやり方をしない限り打てないんだなっていう、あれですね、ファールを打つとなんかこうドヨメイクとか、そうそれを僕らまあ子供小さかったんでその感覚が分かんなかったんですけど、あそういうのもだから見てるわけですもんね。それはやっぱりテレビでしたけどね、見てて、いやすごい、いやだからやっぱりもともと今みたいにその情報がない時代だから、その栃木に怪物がいるって
新聞でベタ記事にはなってったりするじゃないですか、はいはい、でこんなノーヒットノーランやったとか何連続完封したとかって記事になったりするんだけど、ニュースすら映像が出てこない時代だったから、ね、早く見たい見たいなと思って、で甲子園でベールを脱ぐわけですよ、はい、今あの怪物とかなんとか言われてる人はたくさんいるけど、江川さんほどの怪物はなかなかね、その状況も含めてね、あのそこまでで見られないっていうことも含めて、本当になんかメッシーが組み出したみたいな感じに。メッシーは言いましたけど、僕は先輩のヤクルトの先輩サッシーが、サッシーね、サッシーもそうでしたあれあれメッシーのことだもんね、うん、そう酒井さんがいたんです。酒井さんとだってあれですよ、地方大会で16か7か連続三振かそうそうそう、でそれで甲子園行かれてるんですけど、でも地方大会で多分酒井さん疲れてて、甲子園では技巧派みたいな感じだったんですよ。うまかったでしょ、非常にうまく抑えてね、うまく抑えて非常に勝ち抜いた酒井さん、サッシ、うん、柔らかみもあってサッシで、僕ら、酒井さんは6個上なんですけど、サッシ、あ7個上かな、サッシサッシっていう僕らふざけて読んでたんで、すごいいつも怒られてましたけど、顔優しいですね、サッシーって言われてましたけど、でもまあすごくいい方で、なんかそういう方だったんですけど、そうですね、やっぱり地方大会でその当時だとどんな活躍してもなんかあんまりこう記事にならないっていうか、そういう時代だから、そうなのかな、そうなんですよ、だからある意味楽しみが大きかったんですね、甲子園で どんな選手なんだろうかとか、それからね、今以上になんかそのピッチャーとそのバッターが対決するとどうなるんだみたいなのがね、本当にこう最初の話に戻っちゃうようなんですけど、はいはい、小野塚さんにとって高校野球って結局どういうものなのかなっていうのは、ありえない理想のパフォーマンスなんですよ、はい、絶対ないんですよこんなことは、はい、あんなに礼儀正しくて、あんなにチーム一体で全力で泥にまみれて汗かいて3年間なり一つの季節を終わる人たちなんていないから、なんかこんなことができたらいいなとか、こんな人がいたらいいなとか、もう親の世代になったらこんな子たちだったらいいなって思う理想の錯覚のようなものかな。なんかだからこういうものが残ってるということは日本も捨てたもんじゃないみたいなところを感じるとこですかね、うん、だからなんだろうな、熱かな、熱量すごいじゃないですか高校野球で、やってる人もそうだし周りのね持つ熱も、そうですね、それはすごく感じますね、うん、だからやっぱりそういうものもあるから、本当しょうもない話して申し訳ないんですけど、小野塚さんは甲子園球場から見えるところに住んでるわけです。いや甲子園球場ってね、さすがに、ね、野球の中心地と言われるだけあって、野球を見に行くのに一番便利な地域なんですよ。甲子園球場歩いていきます、鳴尾浜の練習場自転車で行けます、京セラドーム30分で行けます、ホットモットフィールド神戸45分で行けます、うん、伊丹空港35分ですから全国の野球場どこでも行けます、新大阪40分ですから飛行機がダメでも新幹線で広島も行けます、東京も行けますという野球を見るのに、向こう側の河川敷の草野球も含めて世界で一番便利な地域が甲子園で、喋るのも便利なんですね、甲子園を主戦場にしてたもんですから、うん、ドアトゥーマイク5分という全てがだから揃ってるわけですね。野球をだからなんか楽しみたい人にはすごくね、プロ野球球団も うちの地域では町内のチームって言ってるんですけど、阪神タイガースは町内だから町内会の町内本当にね、いやというようなこと、いやもちろんその高校野球への思い入れっていうのも当然ありますよ。だから甲子園という地名を知ったのはもちろん野球から、僕は東京人ですから、うん、荒木さんと一緒で、甲子園から始まってますから、それはそうなんですけどね、だからまあいろんなものがやっぱり高校野球に導かれて、まあ野球で生活をしているとそうなるかなという自然の流れかなそうですね、今日小野塚さんとだからまあ NHK 時代とはまた別でこうやってね話させてもらうと、余計になんか
なんかこう分かりました、うん、小野田さんのことをよくなんか分かってきたよ、ね、だいぶだいぶ全部じゃないんでしょうけど、ね、ごめんね、なんかこっちが聞かなきゃいけないんだけど、いやいやいや、そんなことないですよ。小野塚さんにいっぱい喋ってもらうところ、前もなんか取材されたことあるんだけど、そう一回ね、あれもでもあれも高校野球の話ですよ。高校野球ね、100回、高校野球100年の取材で行かしてもらって、アナウンサーの小野塚さんですって言って行かしてもらったんで、うん、だからまた野球実況家でしたっけ、今実況家の小野塚さんと今日話をさせてもらったんですけど、だからぜひあの地方の地方大会のやつちょっと実現できるようにぜひしたいですね。動いてください。あ、私が私が呼ばれるんじゃなくて、私が呼ばれる。わかりました。今年の夏もねちょっと、であの高野連さんにはちょっとね、あまりこう迷惑かからないように、うん、うまくねできれば、それもう本当にでも今後のあの球児のためとか子供たちのためになるんだったら、そうやって行って何かしたいんで、うん、どうしたら楽しめて、楽しめても強くなったのか、そうですね、強くなんなきゃダメなんで、楽しめるだけじゃどうと、ね、あのもうダメなんでね、うん、それだけでやっぱり勝負事なんで、強いイコール楽しむっていうのがね、こう、はい、どういう関係でなっていくかっていうのを、はい、知れれば、だそういうのみんなものすごくやりたい人も増えるだろうしね、はい、そうしたらね、あの野球人口の拡大にもなるなるなる、ねええ、と思いますので、ぜひ、ええ、よろしくお願いします。こちらこそ、はい、今日はどうもありがとうございました。